それではまず大事なビートをかけてくれるのはベスト8に引き続きチャチャ。そしてベスト4なんでビートが2つから選べます。2つ目聞かせてください。ではビートと84か16にも全部先行が選べます。どうしますか。1本目のビートで8小節4本勝負です。お願いします。それでは行きましょう。ベスト4第1試合先行旅、高校定め、ビートは1本目8小節4勝負、8小節4本勝負、 DJ をチャチャ Ready Boy。久々のバトル、この展開ベスト4でこいつと何回も当たっていたい。でも今日はバチバチで行かせてもらうぜ。一番どっちが本物か決めようや。 Yeah、 俺も亀顔の叩き上げこそ。 Yeah、 それはやっぱ当たり前だろう。やっぱりレベル戦は叩き上げこそ。やっぱフローに逃げて小説埋めてる場合じゃねえぞ。いつもやってるバトルなのにバチバチじゃなかったってこと。今日が初めてバチバチってこと。俺はいつもバチバチでやってるよ。それを思い返しな、カムバック1年前2年前いろいろあったな。あんたが向こうに旅立ってからでも俺は未だにこの地で歩いてるよ。一番街歩くたびに思う、あんたと飲んだ酒が一番うまかったよあの時の。いや間違いない、今日はバチバチ。何がバチバチって過去一番に決まってるだろう。常に限界を突破する、まるで俺のライブエフロー聞いたら感じてオーガズム。入り込みそうライブエフロー、このまま遊んでこう、生活も変わってきたとこ。俺は帰り道に吸う一服が贅沢、帰り道に聞くのは日服数に伝賀流。いやあ、あんたフローに逃げないって言ってこれを見ろこのフローってバカか。困っちまうだろう。俺は一後輩としてあんたの背中をいつもいつもあの亀川で眺めてた頃と同じように、ジョルちゃんもまだ元気でやってるし、バムはいなくなったけど戦う相手があんたでよかったよ。最後まで楽しむぞ。いや、バーム君の分もお前が背負えよ。俺だって背負いたい仲間がたくさんいるんだよ。いや、今じゃ変わってきて俺はサラリーマン、でも今バーテンとラッパーの片チンバになってちゃダメだぜ。お前が思ってることはある、何をやっててもラッパー胸張って言葉を吐いていこう。俺は社会人でもヒップホップがせめてもの抵抗、こうやって言語を吐いていこう。あんたも分かっただろ、生きてるうちに気づけば大人ってやつはガヤを入れてきたがる。だけど俺は大人たちに言ってやるよ、俺が最初で最後登るエベレスト。 Why？ いや今までなかった山、それを作り上げようとすらもしちまってる。いや夢や希望、それを破壊しにかかられても、俺はあんたと仲間との絆は破壊しねえよ。いや間違いねえ、破壊しないのは大事、破壊したった時に何人の仲間が来てくれるかだろう。結局は今だけじゃねえ、今があって昔があって未来があるっていうことだぜ。繋ぎ合わせだってまるでレントゲンじゃねえ、不甲斐がねえって言われてたやつと今でも繋いだぜ。それは変わんねえ、何が分かんねえことばっか、だからそれを塗り替えて理解してこそのラッパー。俺はずっと大分で歩いてきて、あんたと出会っていろんな仲間と出会うことができたよ。でも今までのバトルの中でバチバチじゃなかったって思える理由、あんたが今日目合わせてくれねえんだよ。それが一番嫌だぜ。俺はあんたと真正面からぶつかりに来てる。8小節4本しかないこの短いビートの中で生き様ってやつをどこまで誇れるかだよ。スタート。ナイスバトルでしたが、これも判定つけていきましょう。先行旅、OK、高校定め、まずは定め。では陪審の先生方聞かせてください。先行が青で高校が赤です。ではお願いします。ジャッジ、
赤赤赤赤赤赤勝者効果を定め、ここまで熱いバトルをかましてくれた旅にも大きな拍手を。